富士の巻狩りとは、研究4年5月に、源の頼朝が、多くの御家人を集め、富士の裾の付近を中心としていった壮大な巻狩りの、ことである。富士の巻狩りの目的としては、聖威対将軍たる権威を誇示するためや、軍事演習などの目的があったとされる。巻狩りの行動範囲は、富士の裾野の東方に始まり、より西側の朝霧高原まで及んだ。 アズマ鏡には、いてたるやからの軍さん、あげて、けいふべからずと、うんぬんとあり、数えきれないほど大勢のご家人が参加したという。すべて、アズマ鏡による、神馬の滝よりとも一行が滝の近くに、人とよの陣を敷いたことが由来とされる五月十六日、よりともの嫡男より家が初めて鹿を射止めた。このご狩りは中止され、晩になって、山の神、矢口の祭りが取り行われた。 よりが鹿をいたとき、近くに控えていた、叱るべき居手の中から工藤影水愛子を据えたか、蘇我好きのが召し出され、矢口持ちを賜った。よりともは、喜んで政子に、報告の使いを送ったが、政子は、武将の着手なら当たり前のことであると使者を追い返した。これについては、よりの鹿狩りは神によって彼がよりともの後継者と、みなされたことを人々に認めさせる効果を持ち、 そのために頼朝は、ことのほか喜んだのだが、政子には、それが理解できなかったとする解釈がなされている。マナホン、蘇我物語には、巻狩り三日目の夕方、突然手追いの大井が頼朝に向かって突進してきた。頼朝のそばに控えていた、新田四郎忠恒が、とっさに、大井に飛び乗り刀を五六度突き刺して、これを退治したという逸話がある。おとどめの滝蘇我兄弟の仇打ちで、 有名5月27日の狩りの最中、頼朝の前に突然、大鹿が走ってきた。頼朝のそばにいた、工藤影光が鹿を射ることを願い出て許された。弓矢の名手である影光は三度までいたが、すべて外れた。影光は、自分は十一歳の頃から狩猟を制御として七十四年になるが、まだ、かつて獲物を仕留められなかったことはない。これは、 あの大鹿が山の神のお乗りになる鹿に違いない。自分の命運も縮まった。後日皆で思い合わせてほしいと言った。人々も奇異に思っていたところ、晩になって影光は病に倒れてしまった。頼朝はこれは非常な会議だ。狩りを中止して帰還すべきだろうかと言ったが、宿老たちがその必要はないと進言したため、翌日から7日間狩りを行うことになったという。 5月28日には、蘇我助成と蘇我時宗の兄弟が父親のあだである、工藤助常を打つ蘇我兄弟のあだ打ちが起こった。詳細は、蘇我兄弟のあだ打ちを三将二大将軍となった源頼家も父に習い、1203年に富士の巻狩りを行っている。またこの地はたびたび巻狩りが行われたようである。新田忠爪の人穴の探索が有名である。 資本着色富士巻狩図江戸時代に作成されたとされる絵画で、金描風に描かれた作品。板絵着色絵は富士の巻狩巻狩の様子や富士山が描かれている。やぶさめ祭り富士の巻狩りの際、武将を率いて、現在の静岡県富士宮市にある富士山本宮浅間大社にも出き、やぶさめを行った。このことから富士山本宮浅間大社では毎年、 やぶさめ祭りが行われている。富士の巻狩祭り静岡県富士宮市で行われている。四日市祭、富士の巻狩暴れ回る大いを諏訪神社境内へ追い込み、子供が噴した源の頼朝高位下の侍たちが射止める。四日市祭南浜田町者、富士の巻狩三重県四日市市の諏訪神社祭礼である、四日市祭りに奉納される風流の一つ。 年間の記録にも見え、江戸時代の画家、芝光館の日記の天命八年に、富士の巻狩りのものを見物と記されている。暴れ回る全長四メートルを超える、ハリボテの王いを、きらびやかな衣装をつけた子供武者が射止める。文化勲章受賞作家、庭文雄の作品、菩提樹に、このものの様子が、生き生きと描かれている。江戸期の三能祭、 神田祭りなど文化十三年の書がある、竹明因子という老人らしき人物が記した、世事権文読という随筆の、五の巻所長人のことという一説に、当時の裕福な長人の子供は、武士の子に比べ贅沢に育てられているとした上で、次の文章が記されている。右の子供等が、三能、神田その外の祭礼に譲ずるときは、五魂目を驚かしたる不情があり、 まずその男女を、神宮皇后、八幡太郎、頼光、吉経阿尊などの大将に仕立て、あるいは、富士の巻狩りなどの催し、唐織、金乱、ちメめん、ドンス、鞘など、十々も二十々も表し、それに付け属する族も、幾人となく、微小人を揃え置き、見習者、少女費、ビロード、五クリンなど、友の奴までも装い、 父母をはじめ体制の下人度も付き添えて、それぞれ美服を装い、腰のもの下げ物、髪のものなど全備を尽くし、とにもかくにもこの上の泣きほどに取り飾り、また女芸者、踊り子など媒イを揃えて雇い上げ、三味線、呼吸、笛、太鼓その他音力の生やし方を雇い、髪のものを揃え、両らを揃えて飾りなすなり、右の乳幼金500両の上、千両などにも、 至るというなり武士の二千国、四千国の一家年に入る諸務を一人の子供、一日の祭礼に費やすなり、全校の四日市の富士の巻狩りがこの文章の風情をよく受け継いでいる。ありがとうございます。